僕にとっては足がストレスなくプレーできることが一番だと思ってるんで、やっぱりその足へのフィット感も含めて、軽さも含めて、まあ快適にプレーできているのはすごく気に入ってます。こだわりはありません。まあ僕やっぱり革のスパイク好きなんで、特にこう前足部がやはり革であると、まあ、全体が革である必要はないんですけどね、やっぱりこうボールに触れる面だったりが多かったりとかというところが革だと、まあボールタッチの感覚もいいですしね、これはやっぱり人工では作り出せないような感覚が今の技術ではやっぱりあるので、まあ今のところそこはこだわりですかね。まあ色で言うとやっぱ黒とか好きなんですけど、まあ黒、白、そうですね。こうシンプルな色模様だったりが好きですかね。まあやっぱり毎回こう練習の後とかも必ず拭いたり、ブラッシングしたり、まあやっぱりこう細かい隙間とかにやっぱりいろんな土も芝も入ったりしてるんで、そういったのをやっぱり一回一回落とすことで、なるべくこう連続で履かないっていうことは、まあ、意識してますかね。まあ、なるべく長くこう傷まないように履けるように、まあでも一足でね十分ケアもすれば長く、履けるスパイクだとも思いますね。昔は結構外側に流れてることが多かったんですけど、最近はね結構重心が安定してきたのか、あんまりこう革のよれとかも少なくなってきて、まあそういったのでも状態見ることができますよね。なんかそういうことを一つにしてもこうやっぱり全部なんですかね、つながってくれるというか、スパイクを大事にすることがスパイクを大事にすることじゃなくて、なんかもっと他のものを大事にすることにもつながってくる部分もあると思うんで、まあ説教するわけじゃないですけどねまあまあ僕の価値観はそういう感じなんで、まあしっかりそうですね、かかとから履いて、紐の結び方もまあちょっとこう何ていうんですかね、つま先からこの何ていうんですかね、足首にかけてのこうまでこう何かどこをきつく締めてどこをちょっと緩めてっていうのは何か自然とできるようになりましたね。そうですね、まあこういったスタイルっていうのは今はないですかね。やっぱりもっといろんなサッカーを勉強して自分のものにしたいっていう考え方ですかね。作ってる人たちも情熱込めて、いいものを作ろうとしているっていうのは理解してほしいと思いますし、もう1年、5年、10年ごとずっと継続していい商品を作り続けていく会社だと僕は思ってるので、まあそういった気持ちもまあ理解してほしいなと思いますし、もちろんまあ、かっこよくなきゃね、なんか機能性もデザイン性も良くなきゃ着る必要はないと思うんで、納得して着れるものだけ着て、まあそういうふうにこう何ですかね、ユーザーと会社も成長していけたらなと思ってます。まあ、しっかりと今の自分にできることを精一杯努力してプレーに示して、まあいい意味であまり結果を気にせずに、まあ、自分にできることをさえできましたいなと思ってます。